すのはやめにしないか。あなたの笑顔をハンドメイドクラブマルヘジア。までの予感を頼りに薄暗い街を歩く。さっきまでの予感を頼りに薄暗い街を歩く。北海道札幌出身シンガ
身シンガーソングライター、今日誕生日です、みやこです。よろしくお願いします。27歳ですよ。結構だって公表してるから、ね、そうそうそう、私公表型、私も公表型だから。え、大丈夫？はい、大丈夫です大丈夫。今楽しい、なんか楽しいゲストさんに自己紹介していただいたところです、ね、あなた以外全員知ってるから、ね、あなた以外全員知ってる。本当に居酒屋みたいな感じ、今日居酒屋みたいな、今日は何だっけ、そうだね、グータンヌーボーのような感じで、口回ってちょっと回ってなかったんで、寝起きだからそんな感じでお送りしたいと思ってます。なんかつまみがあるんで食いながらやってくれる。あ、やったー、見てこれチンスコつまみ、食べる前に回したいと思う。チンピンドって書いてある。何何食べる前に回したいと思う。食べようと思ってライブに移りたいと思います。早っ。ダメですか、あれこういうテンポ感じゃなかったですっけ。まあいいや、任せるよ。辻村式で行こう、辻村式で、うん、好きにやって、マリナ式、好きにやって、マリナ式で早速ね、早速ね、歌っていただきたいなと思うんですけど、どちらから、順番は、まあ、時計回りで、時計回りで、今思ってるんですけど、いかがですか、大丈夫ですか、はい、じゃあ、すずれちゃん、私、あ、そうそう、あ、そう、ね、2回目をこっちから、ね、あ、そうです、2回目、そっちから、そういうこと、はい、大丈夫かな、今日すごいふわふわしてるんだけど大丈夫だよ、なんとかなるよ、しなしない、しなしない気がするえ、大丈夫、こんなに早いと思わなかったから、あら、そしたら、食べ大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか、食べてください。そうか、食べちゃったのね。食べてないよね、まだ食べてない、うん、蓋忘れてください。すいません、なんかどうしよう、すごいテンパっている。この間にプレゼント紹介とか、あ、なるほど、わかりました。そうです、前回、最終回だけど初めての、前回すっかり忘れちゃったんで、先にプレゼント紹介の方したいと思います。そう、いつも、あ、そうそう、大丈夫、大丈夫、今日大丈夫じゃない、落ち着いて、大丈夫、手伝う、プレゼントの紹介、あ、ダメだこれ、やろうか、やろうか、やろうね、うん、カルタ貸してその間にプレゼントを紹介したいと思います。毎回おなじみのアルフェジアのステッカーですね、これと、あとギタゲーさんのこのアルバム1の方ですね、1の方とステッカーと、松沢さんのサイン入りのオリジナルステッカーと、あと宮子さんの絵はがき、ポストカードかな、これ素敵ですね素敵ですねとりあえず言うのやめてもらっていい、とりあえず言っとけみたいな感じで、マイクがあさっての方向向いてんだな、じゃあ今日の方向いていただいて、今日も見ていただいて、あと小川恵里さんの、これ写真ですか、ブロマイド、はい、サイン入りの写真です、いいこれ、あ、ね、これはお隣さん、お隣さんのトートバッグ、トートバッグ、エコバッグ、まあ、お弁当ぐらいしか入らない大きさのトートバッグ、お弁当用のトートバッグ、あと、三日尻さんの迷いながら生きるというアルバムと、このうちわもですか、はい、はい、これはね、小平かなさんのサイン入り、小平かなさんのサイン入り、そうか、俺髪出してないのか、浴衣祭りのうちわです今気がついた大丈夫、今日は大丈夫、大丈夫、これがゲストが私らだからね若干間延びしましたが、以上でプレゼント紹介は終わりです。じゃあ歌っていいですか、これ全部拾ってたと思ったらすごい番組だよね、すごい番組だよ、さっき読んでたからさ、あ、いや、これはあれみたいです、スマホを読んでおりましたはい、こんな感じでじゃあ、これ
出し振って。それでは鈴音さんよろしくお願いします。朝が夜をそっと包む頃には伝えたい思いは宙へ消えた。心配いらないよ慣れてしまえば綱渡りの日々も楽しんでいます。強がりな嘘が本当の声隠してこう。強くなりたい強くなりたい弱い自分に気づいた夏の夜届かないと知りながら赤いギターかき鳴らした。薄汚れた都会の空も気づけば大切な My hometown。 ああ誰かの言葉に惑わされて私負けたくない。星が光った夜はいつも悲しみを連れてくるけど見つけた幸せの咲く場所。走り続けてゆくことで取り残された思いとピー自分に気づいた夏の夜届かないと知りながら赤いギターかき鳴らした。
みやこさん、準備の方お願いします。ちょっとぼーっとしておりました。すいません、喋ろう。喋ります。大丈夫大丈夫です。どうしよう、なんか緊張しちゃってます。なんか3回目って、はい、3回目なんですよ。今日が最後、もう最後、はい、でも実はあれでしょ、前回に2回は、はい、1回目は MC みたいなことをしなかったんだよね。そうです。1回目はもう1人でそこで曲作りをして2時間。なんでなんで、あのちょっと誰もいなかったんですよ。どういうこと、ね、え、ゲストも特にいなかった。そうですそうです。てるちゃんもいないっていうのは嘘です。びっくり、どうやって音出したの。え、配信はしたの。配信はしたんです。曲作りを配信したの、はい、2時間垂れ流し、はい、ウケる。え、その間に曲はできたの。4曲マジすごい。さっき最初やったやつ、あれだってその後ライブで使って。そうそうそう、だから今やってたやつ、ありがたいと思うよ。え、なんか結果オーライみたいな。そう、結果オーライみたいな感じ。まあまあ何も言えない。ないナイス。あの集中力も半端ないと思ったけど、でも4曲ですもんね。ね、でそのうち2曲ぐらいはちゃんと使ってる。へえ、そうなんだ。てるちゃんがそこでスケッチブックにひたすら走ってる言葉を全部メモってる。全部起こして。ウケる。公開曲作りだったのね。ニット帽対ニット帽。ニット帽対ニット帽です。青対緑。この間私これ富士山登るときに、富士山で買ったの？かぶったらなんかムッシュかまやつって言われちゃって。でも私も一時期高校生ぐらいの時にムッシュかまやつっていうあだ名がついてた。あ、ごめんよ。すごい、女子やめてよ。女子会してた。みやこさんが一人でじゃれてるので、ギターとじゃれてる。ギターとじゃれてるので、曲をやりますよ、はい、辻村。うるさいな、辻村。ミッドナイトテンダーラバー。暗くもないのに輝き出す遠く、一等星に導かれるまま呼び起こす闇夜に、淡い期待なんか、一丁前に抱いちゃってさ、Midnight Tender Lover、 愛の星に生まれた、きっと自ら選んだはずだろう、oh、 この声だけで包まれてるのさ、幸せに。どこからともなく鳴り出すリズム、始まりを告げるわ、星は今ここに眠らず絶えず回り続けてる、oh、 この声心体だけで包まれてるのさ、幸せに。目に余る楽園も一歩引いてみりゃ幻さ、ちっぽけだなんて気のせいよ、夜空も心も紙一重さ、
Midnight Tender Lover、oh.したら、あ、いいじゃない、見事にあのやらなきゃいけないことしかないらしいよなるほど、マストということですね。マストです、文章を書いてある方はマストです。マストということですね、文章を書いてある方。携帯は見ないでください。わかりました、わかりました。まあ次はもうひたすら喋るっていうそうやんなきゃいけない空間だからね、はい、そう、女子会場、女子会場、助けていこう。もう黙ってろって会場にいる人に言われたんですよ。誰に？ねえねえねえ、ミッドナイトテンダーラーってどういうこと？ミッドナイトテンダーラバーです。ミッドナイトテンダーラバーです。テンダーラバーって何？優しいとか柔らかいとかそんな。そうらしいです。マヨナシ。テンダーラーズの方か。どうも。ラブミーテンダーのテンダー、うん、あ、そうそう、ラブミーテンダーのテンダーですよ。ミッドナイトテンダーテンダーね、テンダー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 じゃない、テンダラー、なんでそんな芸人の名前みたいになってんの、テンダラーって、はい、俺誰も知らない、テンダラーテンダラーかもやつ、だからそれムッシュね、それムッシュ、それムッシュテンダラーかもやテンダラーかもちょっと存じ上げないから、より強くなってテンダラーテンダラーテンダラーかもやつ、今日疲れる、テルちゃん、私今日疲れる、これずっと喋る。みやこちゃんさ、今日はどういうコンセプト、タイヤコンセプト、どれ、何の衣装、衣装、衣装っていうか、こう今日のコンセプト考えたことないんだけどなんでちょっと言ってみ、固めに、言ってみ、言ってみ固めに、硬めに、硬いのメガネだけじゃん、頭よさ、あ、確かにこれ、これとかさ、硬めにってハードボイルド、ハードボイルド、そう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 、キルビルとか意識して、キルビルとか意識してように見えるんだったらそれでもいいやそれでもいいから、意識してないのね、特に、特に、キルビルってなんかギターと見せかけてシャキンって出ると実はネックが、ネックが実はネックがね、抜けちゃうネックの中から出てくるタイプのタイプのギターだから、じゃあそれただ間違って抜けちゃってないじゃん後半ね、後半それ出るかもしれない。確か。楽しみにしてる。10ドルだと思ってたらしいよ。そうだよね。10ドル？10ドル？テンダ。あ、テンダラ。ミッドナイトテンダラって意味わかんない。10ドルのラバーってなんかエロいですね。違う違う違う。どういうこと？違うじゃん。それテンダララバーじゃん、それ。違う違う。10ドル円、10ドル円。真夜中のテンダラでしょ？だから。バリカタだ。みんなも難しい。バリカタ？バリカタで。黄色い体、バリカタ麺ですか？バリカタでお願いします、うん、黄色い体の人ですか？わかりません、うん、あ、キルビルの話か、ちょっと待って、あの、仕切ろうよ、ね、いや、考えちゃって、なんか黄色かちょっと仕切って大変なことになる、そうそう、あの、出口がない感じをする、確かにね、今日楽しいね、今日こういう感じで、じゃあ行こう、いいらしい、GO 出たから、 GO 出たから、プロデューサー、ディレクターから GO が出た、居酒屋じゃねえんだ、居酒屋じゃねえ、だって仕切れねえじゃん、仕切れない、仕切れそうなのね、すずねちゃんなんだよね、案外、いや、あの、こう言いつつ仕切ってるから、そう、案外すずねちゃんだから、だってきっかけってもうきっと皆さんここでもう何度か
話してますもんね。そうですね。けどもういいんだって、ね、それは初めての人が来た時にはじゃあ辻村まりなみたいな回せない人が来た人と、なるほど、まあ、聞いてみたらみたいな。あ、そういうことですか、うん、勉強しながらね、はい、ほら、コメントにしきり誰だって入ってる。あ、しきり私です。もう一回言った方がいいよ。しきり私です。それ、しきられるか、しきるファイト。言ったな言ったな。じゃあ、しきるって何？しきるって、じゃあ今日その話で持ちきりだ。しきるとは何ぞや。しきるとは何ぞや。しきるっていうのはあれですよね、こう回していくという。それそこ、ね、あの右側から聞こえてきたやつ。仕切るとは何ぞや。そうそう。そうね、ブイブイ言わせるやつだよね。ブイブイ言わせる。そうだ。風を肩で切るってことですよね。そうなの。仕切るとは。それは切るでしょ。違う。そう。風を肩で切るっていうのをちょっと短縮すると仕切るっていうふうに。あ、そうなの。え、そうなの。違うでしょ。え、どっち。私しっかりしようかな。私しっかりしようかな。そうちゃんとしようかな。おかしいね。水飲みすぎじゃない？水もないのよ。あ、じゃあ脱水症状ですか？だだこネタみたいになっちゃった今。脱水症状ですか？そう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 。あ、そうそうとか一緒にじゃないよ。今日大変で恐れ入ります。すごいすごい、なんかこれ本当に居酒屋のこう。え、じゃあもう抜いてるだけ。そうだよね。なんか、え、辻村じゃあ何したいの今日は？呼び捨て？え、ちょっと呼び名決めようよ。呼び名。そうですね。鈴音さんはちょっとなんか3とかじゃないの。何がいいかな。あ、じゃあ呼び捨て系。呼び捨て系。あ、うん、辻村辻村なんで。ちょっと私そんな苗字で呼べない。マリナマリナマリナ坂本。坂本か。苗字でやってないから。そういう流れやねえだろ。あ、そっか、初めて知った。坂本なの。坂本宮子です。どうも。鈴音鈴音さん。鈴そう、鈴、鈴ちゃん。スキル、え、それで何の話？え今、あだ名をつけるって話はあなたがしたんだけどな。あだ名つけた。結局何だったの？あだ名。あだ名決まった。坂本坂本じゃあ、もっちゃんでいいじゃん。あ、もっちゃんね。もっちゃん、マジ一番嫌なやつ。もっちゃん一番嫌なやつ。まあいいや。なかなかないよね。なかなかな。自分で言ったけど、自分で言ったけどちょっと面白いね。面白かったもっちゃん。オッケー、それで行きましょう。大きい声でね、大きい声でごまかす。お腹痛い。はい。はい。はい、はい、はいじゃなくて。で、鈴音さんは鈴音。じゃあ、おすすでいい。おすす、あ、おすすいいですね。おすすいいですね。おすす。だってさ、ほら、私微妙に一番上じゃない。あ、微妙にね。そしたらなんか、言いにくいかったりする。ほら、もっちゃんって呼ばれちゃってんじゃない、あなた。もっちゃん、もっちゃん、イエーイ。いいよ、なんでも。振り向けばなんでもいい。振り向けばもっちゃん。振り向けば、振り向けばもっちゃん。違う話しない？違う話しようよ。行って行って。行って、もっと行って。最近楽しかったこと何かな？来るじゃん、でも。最近楽しかった話とかしたいじゃん。してして最近楽しかった話何かなって、私喋んの？Q&A、セルフ Q&A。ちなみに、そうだね。昨日、岡本飲んだのが一番楽しかったかな。岡本？岡本？岡本？岡本と坂本？岡本？岡本？またもっちゃんの話したいじゃん、もう。おかま。おかまってさ、やっぱりさ、おほほって言うの。そう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 。あんたバカねーって言われたよ、昨日。おかまば。あんたそれ時間の無駄よって言われた。いそうだよ、このままいねえよ。いねえよ。おかまは、みやこさん。違う違う。ちょっと待って。みやこ、おかまさん。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、今日も面白い、めちゃくちゃ面白い。はい、もう、あの、今日私なんじゃない。鈴木くんいないから、鈴木くんいないから。間違えした。私、田中だから。なんだこれ、なんだよこれ。はい、江端さん。江端さん。江端さん。ちょっと待って。はい。おかまってやのは、女が男？逆だろう。逆ですね。男が女？男が女ですね。あ、そうそう、男が女っぽい男ですね。あー。男が女？男が女。そう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 。ん？お？待って待って待って、正解みんな言ってるのになんでわかんないの？え、もっちゃんはどっち？今日はね、私ね、誕生日今日生まれたの。あ、そうだ、みんなして、ありがとう。あり
しょ、お釜じゃないですよ、私は。お鍋。お鍋。ちょっと言いたかっただけ。ちょっと言いたかっただけね。もうお母さんに謝って、本当。衝撃の事実って出てるよ。ほら、だから。そうか、誕生日だから今日カミングアウトするか。そうだ。あ27歳はそれでいきますと。そうなの？な、そうなのじゃね。衝撃の事実。それなんなのこれ。あ、じゃあ今日はこっちゃんがハッピーバースデーを兼ねて、うん、衝撃の事実を一つ。あ、あのね。うんうん、なんで秘密暴露しなきゃいけないの？みんな？みんなすればいいってことですか？あ、そういうことね。あ、なるほど。私秘密ないの。私もないんだって。考えて全部ないですね。全部ないんだよ。ないな。何でも言って生きてるから。だってさ、年齢だって公表してるわけでしょ？え、もうバカさ加減とかもバレてるしね。私だけはバカじゃないでしょ。私だけは。私だけはバカじゃない。私だけはバカじゃない。なんかさ、逃げようとしてる。逃げようとしてる。私だけはバカじゃないよ。そういう抜け駆けは。そういう抜け駆けしかないよね。逃げようとしてる。そういうこと言ったらまたおかまって言われてね。いやいやいや、なんでおかまになるの？もう辻村全然 MC しねえ。何画面見てんのよ。なんかいい感じに乗っかってる。風切ってるだけだよ。風切ってる。仕切ってる。仕切ってるって言わないの。ちょっとなんかじゃあさ、あのトークテーマなんかポンって。そうですね。じゃあ誕生日、誕生日の思い出。あ、どうだ。なんかいいこと言った。ちょっといいこと言ったみたいな顔になっちゃった。どうやみたいな感じで。誕生日の思い出。誕生日の思い出。カミングアウト。これから誕生日の思い出ね。誕生日の思い出。なんでこの居酒屋トーク。なんだべ。私ね、言える。私彼氏がいた時に、うんうんうん、ちょうど誕生日で日付が変わった瞬間に彼氏が野球ゲームをしてて。ちょっと待って。日付が変わった瞬間に野球ゲームをしてた。してたの。なるほどね。普通一緒にいたらさ。なんかあるからって思うじゃん。一緒にいたの。そう、一緒にいて、一緒にいたのに何一つなく普通にゲームをしてる。で、そう、本当ひどくて、それで泣いた。いや、泣きますね。言わせて欲しくて泣いた。泣く。自分大好きだからさ。なんで祝ってくれないもん。ああ、確かに。なんならキャッチボールでもいいですもんね。まだ野球ゲームっていうその孤独な空間で。ちょっと待って、1個言っていい？はい、あれ日付変わった瞬間だからゲームってキャッチボールできない。あ、できない。辻村さん何言ってるかしか分かんないな。あれ？マリナも結構バカ。マリナはバカ。好き、私。バカ。私それ、うん、そういうバカでしかない。誕生日の思い出。思い出ですね。ない、なんか。誕生日の思い出。なんだろう、すごくない？誕生日の思い出パッと出てこないってすごくない？逆にあるよね、絶対27年生きてたら。あってほしい。あってほしい。27回やってるわけだから。27回やってるからね、誕生日。確かに。記憶飛ばしてる？記憶飛ばしてない。あ、でも私最近悩みがあって。悩み？悩みそうなの？長期的な記憶が。長期的な方が。長期的な。聞いて。長期的な記憶がなくて。それはむしろ短期的なやつ。ちっちゃい時の。そうそう、短期的なやつも最近危うくて。それはただの。記憶障害。かな。それがマジ怖い。あの、そう、だからちっちゃい時の思い出とか、どん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 ない。から、はあ、それが悩み悩み。あ、分かった。生まれた時の記憶とかある？ある。あんのかい？あんのかい？あるかい？あんのかい？びっくりしちゃった。だってほら聞くじゃん、親に。ああ。こうだったんだよ。うんうん、それが記憶となって。あ、記憶となって。なっているよね。なっているよね。なっている。私生まれた時、お父さんが酔っ払って外にひっくり返ったらしいけど。朝生まれたの、私。それすごいね。朝方生まれたんだけど、うん、お父さんは病院に向かってたんだけど、酔っ払いすぎて行けなかったらしい。父ちゃん、父ちゃん。辿り着けずみたいな。父ちゃん、そうそう、転がってたらしい、外で。その後。お母さんのご家族にめっちゃ怒られるって怒られるだろうな。そうだよ、怒られるだろうな。なんかないの？私、ラオスで迎えた時があって、誕生日、ラオスってどこ？ラオス、タイの隣なんですけど、あの辺で急に帰るか。急に帰る。大好きだもんね。
その時ね、ラオスってあれ江ノ島のあたりはラオス、あれラウス、それおかえよ、余計なこと言っちゃったね、ごめんごめん、私仲良いことベルちゃん、ごめん、ラウス、誰も、待って、何の話、そうですね、そうラオスの話です、ビールかけとかいろいろこうやってたんですよ、あの部屋で、部屋で、部屋で、で、え、ラオスではビールかけを部屋でやるわ、まあやらないですね、あんまりやらない、あんまりやらない、あ、鈴村やっぱバカだから、今やってバカだから。やっちゃったと。やっちゃった。うん、ああもう年変わったと、うん。ラオス時間では二十歳になったぞみたいな感じになってて、うん、でじゃあ今年1年の目標みたいな感じでこう動画撮られて、うん、こうやって言ってたんですよ。でその私の後ろで一人友達がなんかクッキーをねリフティングしてたんですよ。クッキーをリフティング。粉粉やん。そんで。すげえな。うん、そうでこうそのリフティング結構うまくって、うん、後で映像見たら、うん、でそれ。でも最後やっぱ落としちゃったんですよ。で、あ落としちゃったんだと思って、でそのクッキーをずっと見てたらまた元の場所に戻してたんですね。でその戻したのが夜中で、で朝起きて私はすぐクッキーを食べて、で食べてから動画確認してしたらそのクッキー、うん、リフティングしたクッキーを食べてたっていうことに気づいたっていう思い出。何このこの時間返して、この時間返して、やばい、無駄な時間を過ごしたね。ねえ、びっくりしたわ。なんかもっとなんかいろんなオチがある。でもね、そうなんですよ、クッキーをリフティングしたって言ったじゃん。はいはい。粉々になんなかった。なんなかったんです。なんか。そうクッキーじゃなかったんじゃない？ビスケット。いやいやいや。違う。クッキーとビスケット。クッキーとビスケットの違い。バターの量の違い？クッキーとビスケットの違い？バターとの量の違い、バターと小麦粉か小麦粉じゃないか、そうなると片栗粉とかになっちゃうんですけど、小麦粉な、何の話今何のことだ、ビスケットとクッキーの違いの話、うん、違う、はいはい、あその話で盛り上がったの。結構盛り上がっちゃった、形じゃない、形じゃない、いや違うでしょ、知らないけど形じゃない、これはチンスコー、それチンスコー、あチンスコー、これこれはクッキー、ビスケット、チンスコーだっつってんの、あんた、なんで、なんでよ、チンスコーだっつってんのよ、チンスコーってクッキー、砂糖の塊ですよな、とラード、あとラードです、ラード、油、バターじゃなくて、バターじゃなくて、食べよ、初めて知った、そうなんですよ、そうなの、家庭科で作りましたチンスコー、そう、え沖縄でしか作れないんじゃないの。じゃああれは何？今なんで止まった？みんなチンスコ食べる、なんか食べようかっていう、もっちゃん仕切ってって言われてる、オッケー任せて、今のうちどこだろう、じゃあ今日はもっちゃんが MC ということで、そう、待って待って、今どこまで、ビスケットはね両面焼くっていうところ、あーそうなんだ、そうなんだ、すごい、答えがクラッカーは、クラッカーは揚げてる、あれ揚げてるんですか、多分、あ、そうなんだ、なんかそんな気しない、あ、そんな気がする感じしないんだけど、しなくない、バター、バター使ってないじゃない、はい聞いて聞いて、はい、どうぞ、クラッカーってさ、なんか空洞じゃん、はいはい、揚げ物って空洞じゃん、割と、ポテチとか、あほら王座とかポテチとか、待って待って待って、ポテチとかって何、ポテチの中空洞、うん、そう、ポテコじゃないですか、いや、ポテコは輪っかじゃん、そっか、確かに空洞あるけど、ポテチってさ、たまにさ、こうプクってなってここが空洞になってる、オザック、オザックタイプ、そうそうそう、オザックタイプ、オザックタイプ、あれ好きよ、結構あれ好きよ、ほんと、私片揚げポテトが好きだけど、あ、美味しいよね、多いな、多いな、え、じゃあ大丈夫今日、本当に大丈夫これ、え、大丈夫、チンスコを食べようと思ってた、でも食べてるから私、なるほど、じゃあ揚げてるのかもしれないですね、カントリーマームかっていう、カントリーマーム、え、ちょっと、あのカントリーマームは、窓を開けないでくださいね、カントリーマームクッキーでしょ、カントリーマームは、田舎のお母さんが作ったクッキーですよ、だよね、はい、そうだよね、あ、これ聞いてなかった、何何の話した今、カントリーマームの、あ、カントリーマーム、はい、これラードなの、それで宮古はなんで復活したの、理由、なんで復活したの、逆になんで休んでたのなんで復活したのってそうだよね、そう休んでた、なんか休みでの間に
なんか休む前は記憶を取り戻したかったの。なんで取り戻ってないじゃん結局休んでもダメだから。そう休む前はいろいろ音楽自分が作る音楽とかに疑問を抱きながらやってて、うん、で結構あいけそうだないけそうだなっていうか作れそうだって思う時期でちょっとまとまった時間が欲しかったっていうので、うんうん、休んだ、うん、で27歳になるしみたいな感じで今、うん、復活したという流れですね。2ヶ月3ヶ月結構休ん5月からだから5、6、7、8、4 4ヶ月を休んで制作をしたっていうことだ。そうそうそう。で制作しててお休みの間に YouTube にも2曲アップして、うん、そう今までギターだけでさっきの曲もそうだよね。だからあそうそうそうギター1本でしか作ってなかったけど、そうそうそうミッドナイトテンダラ間違ったので覚えないでくださいね皆さん。テンダラバー、テンダラバー、テンダラバー、ラバー、ラバー、恋人たちになっちゃった。テンダラバー、そっかそっか、恋人たちもいいかもしれない。いいかも。じゃあ第二弾でね。第二弾ね。ミッドナイトテンダラーズ。あ、何です続きもんなわけ。違うでしょもうやだわ。書き回してくるね。書き回してくる。あ、てるちゃんの話。え、それでそれで？そう。終わった？終わった？え、それでどこまで話してたっけ？そうだ。12日制作制作をしていて、今までそのギターだけで弾き語りの音源とかも出してたけど、フルの、あのフルアレンジのものも作ってみたいなと思って、うん、そういうのをまあ人にお願いしたり、自分で意見出したりして、うん、っていうので、やっと2曲。これいいなっていうのが YouTube にアップできたっていう感じで、なんかそういう活動っていうか新曲を月に1本 YouTube に上げるみたいなのも今後できそうな流れがあるので、なんかそういう流れを作りたかったという自分の中でそれをやっていこうかなっていう。休みをさ長期間取ったわけじゃない、うん、なんか変わった？私は変わったな。何が変わった？なんか結構迷う、実は意外と迷うタイプで、うん、このままでいいのかなみたいな感じになって、うん、でなんか違うなって思い始めると止まらなくて、うん、っていうのがあった。なんか迷いながら多分このまま行けばうんみたいなのだったらいいけど、うん、なんか違うなってどっかで思ってて、一旦この流れを切らないとどうにもならないと思ったんだよね。その休む直前はさ悩んだわけじゃん、うん、何に悩んでたの？あ、でも私は完全に音楽、うん、自分が作る音楽が作りたい曲を作ってないとか、うん、そういうことかな。こういう音楽をやりたいわけじゃないみたいな。そうそう、なんかやりたいわけじゃないまではいかないけど、うん、なんかもうちょっと違うんだよなみたいな。で自分勉強不足っていうのももちろんあるけど、うん、どんどん音楽聴いていく中で、あ、こういうのがやりたい、こういうのがやりたいっていうのはもう死ぬほど出てきて、うん、これをやりたいんだったらちょっと今やってたのとはちょっと違うなとか、いろいろ考えたりして、どういう風にやるのっていうところで悩んでて、うん、一回なんとお休みして。だからと変わった曲が変わったと思う。だからファーストのデモに入ってる曲調と、うんうん、あと今20枚限定で一応出してるのっていうか、まあ、YouTube に上げてるやつとかは全然曲の感じが違うかなと思いますな。迷うことある？迷うこと、うん、あ、ありますあります今なんだよ思い出したかな。ありますありますありますね。路頭に。路頭に？路頭に迷うのはちょっと待って。辻村家ないもんな。そう。あるよ。だからたまに海外行っちゃうのね。どうしようもなくて。家探しに飛行機乗ってない。そう、飛行機乗る分ね、家賃にね、使った方がいい。うん、え、なんで海外なの？いや、いいですよ、でも。うん、いや、何がいいかを言おうよ。そう、だから、なんつうんだろう、なんか、もう、右見ても左見ても、海外だよね。もうそうですね、やっぱ海外ですよね。右見ても左見ても、わけわかんないのがいいですね。あー、なるほどね。あ、わかるわかる。もう、どうして？え、これもわかんないし、これもわかんないけど、もっと言うとあれもわかんないみたいな感じの。なんか考えのがいいね。なんか好奇心が旺盛なんだな。あ、そうですね。うん、新しい。私今度じゃあ、うん、九州とか行ってみるかな。
それ海外って言ってる、それ九州は海外って言ってる、海外みたいなもんだよ私にとって確かに北海道ですもんね。あ、そうだ、北海道がまず海外だもんね。確かに違うわ違うわ確かに ラオスっても海外ですよね、名前がラオス。そう、ラウス、ラオス、日本だよこれ。ラウス、ラオス、ラウス、どこ指してすっごい昔のやつ。みんな心配してるよ、酔っ払ってんじゃないかっていやいや酔ってない透明のほら、透明の飲み物に何か入ってるのか、これ実は焼酎だったとかっていう白ワイン、ね、路頭に迷うのは鈴音ちゃんだけでいいって、うん、でも路頭に迷うってどういうこと路頭に迷うってどういうことなんかどこにも行けなくなるみたいな意味ですよ行けるよね、でも行けるんだよね、行けちゃうんだよ。そうそう、行けちゃうんですけど、行けちゃう、壁があったら壊すか乗り越えるかどっちかだもんね公園とかもしれない。あ、開けちゃう壁なのに普通に開いちゃうタイプ失礼しますじゃないんだよえ、これ本当になんかお酒入ってちゃうお水、紹興酒これね、チャイナスクエアからもらったからね山梨県甲州市から読んじゃったそこ組み上げていただいてるお水です。山梨県ってさくらんぼのところ。そうね、だから富士山ですね。あ、そうなの。そうね。あ、そう、1本飲んじゃった。私これ1リットル飲んじゃうよ今日。あ、お酒1本空いたくない早いな、お酒じゃない早いなやるな日本酒のペットボトルかみんなそうでしょ。自分の身を絶望の淵に置きたい人なんですねって言われちゃった。ああ、そうか。でもきっと海外は絶望じゃないんでしょ。もうワクワク、希望に溢れてるね。もう溢れてる、溢れてます、溢れてます。え、英語なの。英語とラオス語とあと身振り手振りと笑顔。身振り手振り語、身振り手振りと笑顔。あ、笑顔、それでいけるんだ。笑顔、あ、実際いけるんだ。いけます、いけます、いけます、大丈夫です。英語は割ともう喋れる。いや、でもなんか単語、向こうの人と意思を疎通を図るっていう英語だったらなんとか。あ、そう、うん、すごい。いける、英語いける。全然いけない。あ、テンダラーズテンダラーズいけないテンダラーズいけないよ。ボトルキープしてください。かしこまりました書いててください、ね、え、何書くのこれ。え、ボトルに。あ、ボトルに。あ、これじゃ書けないんだよ。このマッキーなんだよ。坂本って書こう。けどあのやめて、水飲む瞬間に。いやいや、坂本っつったの誰。あ、辻村だ。だって辻村って言うから。確かに辻村って言うから。お鈴に。え、じゃあさ、第二のトークテーマ行こうよ。いいよ。何にする。あ、持ち込み企画だ。よし。あるんじゃん。そうなんですよ。なんかでもあんまり、うん、流れに合わないでしょ、まあ、そう、合わないですね、食べ物の話して。そしたらさ、お、てるちゃんから。1月にさ、あそこでワンマンやるじゃないですか。はいはいはい、渋谷、うん、うん、で、キャッパーで言うと250とかでしょ、うん、まあぎゅうぎゅうで、まあ、こんな感じ。ぎゅうぎゅう、うんうんなんか、それ決めたきっかけって何？流れやべえ。お前川かよ。お前は北海道の川かよ。すごい。すごいツッコミですね。じゃあ例えば、じゃあ前のワンマンの時に、マジだ。流れってのは数字だけで言うと流れってこと。そうじゃなくて。じゃなくて。場所も含めて。場所も含めて、そのまた。なんでしょうね、まあ、キャッパももちろんそうですし、前回東京半年で100人ワンマンをさせてもらって、ね、この半年でなんとか成功することができて、今度はもうちょっと早いスパンでもっと大きい人数になって、この北海道から出てきてどこまでできるんだろうっていう、その自分でも挑戦したいっていう。そうそうそうですね、やっぱり何しに来たかって言ったら、どん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 上に行きたくて来たわけで、でいろんな人と出会いたくて来たわけで、うん、そういうことです。それで決めました。え？いやいや、いいと思います。いいでしょ？いいと思います。素晴らしい。
え、何この流れ急に。どうして急に真面目になっちゃった。ちょっと引っ張ってきた。だってほっとくとどこ行くか分かんない。確かにね。川だからね。ワンマンとかやらないの？ワンマンとか。彼女が。ワンマン。そう、10月。あるよね。はいはい。高円寺のウーハで。あ、そう、その時にマリ納豆っていうのをプレゼントしようと思ってて。納豆？納豆作ったの？甘い方の納豆。甘納豆。手作りしようと思って。へー。手作り。そう。え、あれって何？大きい豆？ちっちゃい豆かな。あ、ちっちゃい方？納豆ってだって大豆じゃないの。いや、それは粘る方の。いや、粘る方だって大きいのある。ある、ね、あ、確かに。あるある。大豆？小豆？あれ、小豆？小豆？小豆じゃない？そう。大丈夫、大丈夫ね、大丈夫。え、作り方はこれから調べる。そうです、これからクックパッドで。クックパッドさんいいからね、あれね、いいから、うん、でもあれ使えるよ、うん、でも煮豆作ったことあるんですよ。煮豆、はい、大晦日に、大晦日の日に、うん、正月煮豆大変でしょ。今年は煮豆だと思ってずっと煮たんですけど、黒豆を、であれってこうつるんとした感じで仕上がらせたいじゃないですか、ツヤ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 に、うんうんうん、それがなんかちょっと手離した隙に全部なんかシワになってしまって失敗しました。だからちゃんと前の晩から漬け込んでやった。そうそう、やって黒豆を。へえ、黒豆なんか作るんだ。黒豆って元は何？黒豆、え、黒い豆だよね。あ、黒いの。黒いの、多分黒いなんかですよね、あれ。炒めて黒くしてとかじゃないの？あ、焦がしたタイプだと思ってたの。そう、最初に焦がしておいて、多分苦いね。多分苦いやつ。あ、確かに。そうなんだ。そうそうそう。豆腐の豆は黒い豆ね。あ、豆腐ね。豆腐ね。なんて、あ、豆腐。どこだ豆腐って。え、豆腐を作るってこと？って書いてありますね。うん、豆腐作る方が大変じゃない？にがりがいりますね。豆腐、うん、にがりがいるし、豆乳だね。黒豆の煮豆を作る。カラマナットをやろうかなと思ったり。あ、でもいろんなお豆でやった方が見た目はいい。うぐいす豆とか。あ、うぐいす豆いいね。茶色いやつとか。茶色いやつとかな。あずき。あずき。違うね。大豆。大豆とかも。どっちかな。わかんないけど。なんか入れて。そんな感じの納豆を作る。納豆を作る、ね、第1部と2部で分かれてて、うん、洋楽のちょっとを面白いアレンジにしてやるのと、うん、自分の曲でやるのとっていう風に分けてあり、弾き語りですか？弾き語りとコラボとギタリストの人たちとかですね。コラボ、うん、バンドじゃなくてコラボ、はい、ね、じゃあアコースティック。アコースティックです、うん、いいね、アコースティック。豆ね、そう、12日みやこさんここでアンプラグドのライブやってたじゃないですか。やりましたね。あ、やっとその話になったね。やりましたね。どうでした？あれね、不思議だったね。不思議だった。なんか最初、まあ、ちょっと説明しようよ、どういう状況だったの、うん、まず。確かに、まずいつもチャイナスクエアと普通のステージでライブする、うん、そうそうそう、あのさっきの、うん、そうそう、さっきの、なんだっけ、さっき歌ったみたいな感じでライブをしてるんだけど、それ全部なしで、マイクとかスピーカーとか全部なしで、もう完全に生歌、生音のアンプラグロのライブで、ステージを部屋の四角の真ん中に置いて、お客さんをこう四方八方に並べさせていただいて、八方下がりだね。そうそう、八方下がり。なんでネガティブなこと言うの？なんでネガティブなこと言うの？四面楚歌。四面だから、なんで？うまい。うまくないよ。うまくないよ。なんでその敵ばっかりにするの？だってさ、なんで背水の陣で臨むんだよ。臨まなきゃ。ああ、先だってライブの時すっげえ緊張する。いや、めっちゃ緊張しました。それこそ四面楚歌。そう。だってね、こう、うん、考えてごらんなさいよ。真ん中にこうステージがあって、周りに全部いるから、アコースティックなんてどこ向いていいか分かんないですよ。どっか向いても絶対誰かに後ろに向けてることになるから。自分ででもそうしたいって決めたんでしょ？なんです。じゃあ、ぐるぐる回って歌って。目回りそうだね。そんな早く回んない。そんな早く回んないでしょ。どういうこと？コーヒーカップじゃないからさ。で
できるもんならって感じだよね。できるもんならっていう。すごいですね、やっぱ発想が。そう発想発想そう、なんかやってみたくて、え、ちなみにそれはあのほらチャイナ最近さステージを組めるようになったじゃん。 あ、それを組んだの。そう、1個だけ。1個狭い感じで1個だけ。え、1メートルですか、あれは。1メートル四方の台を1平方メートルだ。あ、そうそうそう、すごい、すごいじゃん。え、なんで褒められるの。面積、面積で言うならば単位わかるじゃん。たまに合ってるとびっくりする。私天才ですから。天才、ね、天才肌だだと思ったんだよな。え、でぐるっと回った。そうそうそう、周りをこう。え、周りはこう、こんな感じ。それともこんな感じ。でもね、多分みんな初めてで、出演者ももちろん初めてだし、お客さんもそんなの初めてだから、ワンマン誰もが戸惑った。お互い面白い。いや、企画で4人出演していただきました。そう、 CD 今日プレゼントしてこれもらってる、うん、三ヶ尻まなみちゃんも出たんだ。出てくれたの。え、鍵盤の人はいた。いないね。あ、ギターだけ。そうだよね、さすがに。鍵盤で鍵盤の人ちょっとピアニカになっちゃうから。鍵盤だとさ、こう回れないじゃない。あ、そうね、鍵盤きつい。はみ出ちゃう。アコーディオンとかだったらいけるけど。あ、そう。うち生ピアノがないから、ね、それはできない。そうね、つながなきゃいけない。ギターだけですね。うんうん。うん、あと、かなちゃん。みんな回ってた。回ってた、みんな回ってたよ。かなちゃんと瀬戸和美ちゃんと4人。見たかった。あれ面白かったよね、てるちゃんね、うん、不思議だったよね。不思議な感じ。お客さんもなんかでも楽しんで楽しんでたと。なんだこれっていう顔。ね、逆にお客さんが実は回ってたらウケるよね。いや、そうだね。流した。そうだね。じゃあ今度それやろうか。ねえ、なんか流しそうめん的な感じの。回ってもらうっていう。流しお客さん。ちょっと流しお客さん。流しお客さん。流れてくださいっていう。水で。ダメでしょうよ。違う、昔よくあったじゃん。浮き輪持参ですか。ぐるって回って、うん、で曲の間こう動いて席取る。あ、エストリゲームかな。それそれそれ、あれみたいな。いや、感じでこう。じゃあうちの途中で止まんなきゃいけないんだよね。曲の途中で。はい。それゲームじゃん。新しいな。新しいライブ。それライブじゃないよもう。最後座れたからって何言ってる。お客さんも完全参加型で、でやっぱそれで座れなかった人なんか当たるみたいな。あ、逆に？逆に。誰も座んなくないそれ。確かに。だって座れる椅子の方が多いわけだから。どういうこと？え、一個一個減ってくんじゃないですか？うん、椅子。そう。あ、そういうことね。そうそう。すごいね。じゃあそれ何曲やんなきゃいけないの。確かに何曲やんなきゃいけないの。そうだよね。しかもそれがさ、バラードとか絶対やめないとダメだよね。確かに。そう、バラードでしっとり言ってはいって言わないと。はいっつって。それやりてぇ。それやりたくなっちゃった。やろうか。流しお客さん、回転寿司みたいな。あ、回転寿司。回転お客さん。回転お客さん。それを。違う、だから一番最後にそれをやればいい。最後の曲で。まあだからあの、うん、アンコールなりの。ああ、最後の一番最後。確かに、ほどね。私はでもいいな。ね、あれ。振っておいて、振っておいて、振っておいて。流しお客さんさん誰？言ってないもん。流しお客さんは言ってない。流しお客さん言ってないよ。辻村も言ってない。辻村も言ってないです。多分ね、てるちゃんが言った。てるちゃんからの。人のせいにするね、この人。人のせいにするね。アンプラグドライブはてるちゃんが手抜きできるんだよって書いてる。確かにね。バレてるバレてる。確かにそうだよ。バレてるバレてる。てるちゃんも楽しめるよね。よかったよかった。たまにはね。てるちゃんもさ、流しお客さんの中に入ってたらいけるよね。わーいって言って。その時料理も流してったらいいんじゃないですか。あ、むしろここで料理をハイハイ出してお客さんが自分で持って行ってくれる。担々麺流そうよじゃん。いや、マジかよ。流し担々麺。タンテーブルチャイナだしね、ここね。チャイナだし。タンテーブルの真ん中で歌わなきゃいけないってことじゃん。ここタンテーブルないね。ないね。これを回せってこと。あ、え、うん。じゃあそうしよう。じゃあそうしよう。作ろう。作らないよ。作んない。すぐさやってくんないんだから、こっちが。てるちゃん悪者だって。あら、てるちゃん悪者になってる。ね、
残念。なってます。いやいや、こんな自由にさせてくれるとこも他にないので、本当にありがたかったです。私ここ大好きだから。な、それな。びっくりするよね。あの、久しく担々麺を食べれてないの、私。担々麺。番組内で言うっていうね。担々麺。担々麺食べてないの。あの、ほら、ライブの時に来るじゃない、うん、そしたらライブ前って必ずさ、あの、なんだっけ、あれ、あんかけ焼きそばを作ってくれるから。担々麺食べたい。それこそ手抜きだよね。え、そうなの？でもあれ好きよ、私。美味しいよね、あれ。美味しいですよね。そうそうそう。いい油分でね。キクラゲが好きです。わかる？わかります。キクラゲって何か知ってる？え、キノコ。キノコ。キノクコ。なんだお前、湖みたいな言い方。キノクコじゃねえ。なんだよその湖。キノクコありそうだし。今日破壊的だな。なんで噛んじゃったんだろう。なんで噛んじゃったんだろう。このままこのまま居酒屋に行きたいもん。行きたいよね。レモンサワーつって。そう、私パインジュース。居酒屋でキャッフェでいいですよ、キャッフェ。キャッフェって、キャッフェって何？キャッフェでいいよ。あ、ちょうど料理の話になった。ちょうどね。そうだね。あ、よかった。お、よかった。すごいいい流れだ。そう、持ち込み企画が、はい、まかない料理を考えるっていう企画なんですよ。でも、前回から、前回初めてやったんですけど、新メニューを考えるっていう方がいいなと思って、それを皆さんに考えてほしい。オッケー。名古屋にあるんだけど、ちなみに私は食べてないんだけど。ちなみになんか前回はその時あのなんだっけ、ミャンマーで歌ったなあの方が一緒だったので、そうですそうです。で、ミャンマー料理とコラボしてとかそういうのやったんで、よかったら北海道の料理と。あと青森の料理と融合させた新メニューを実際にさ、ちなみにそれは決まったの前回却下になったの決まったんだけど、てるちゃんは作ってるてるちゃんが手抜き、てるちゃん手抜きって書いてあるそういうことです。なんだっけ、あのちょっと後で文章を、もう記憶の高すぎでもない、ね、そうです。それを考えるはい。でさ、この間さ、名古屋行った時にさ、なんか美味しそうなの食べてたじゃん。何食べよう。何食べよう。何食べよう。卵とじラーメンっていうのを食べましたよ。卵とじラーメン、すごい美味しかった。マンチングっていうラーメン屋さんで。あと、お昼はあのマウンテンっていうところを紹介されて。あー、知ってる。マウンテン。抹茶、オグラ、パスタ。ん？違うの。生クリーム。抹茶と抹茶パフェみたいなのあるじゃないですか。パスタでしょ。それがパスタになってる。え、美味しいんですか。絶対まずいと思う。やばいよ。食べてない。そうなんだ。私はしょっぱいものが食べたくてミックスサンドを食べたんだけど。あれか。見た。こんなでっかいのお皿が。あ、そんなでかかったんだ。へえ。そうで、コーヒーを頼んだらあのケーキもついてきて。セットで。そう、いやセットじゃ、コーヒーを頼んだの単品で。そしたらケーキもついてきた。それは手違い。うん、あ、さ、なんていうの、ご厚意。手違いじゃなくてご厚意。あんたたち、かき乱らされたい。かき乱らされたい。あんたダメだろ。かき乱らされたらダメだろ。乱れちゃダメだろ。乱れちゃダメだろ。私乱れてはいないけど。かき乱らされた。かき乱らされた。それなんだっけ。え、そうがあって、そうオン、そうオン。で、英語出ちゃった。隣に食べてる人がいて、男の子たちのグループで甘いものを食べてて、帰り際に聞いた一言が、醤油の見て、醤油の見て、そう相当は甘かった。塩気が欲しいってことですよね。醤油の見てって。飲んだら死んじゃうよと思ったんだけど、そのぐらい甘い。すごいな。なんかパフェ頼んでる人も。パフェもなんかこんな大きくて、こんな大きい、このぐらいのグラスみたいなのに。え、ね、デザートでもいいの？あ、もう全然何でも考えてる。えらい。考えるわ。あ、どうしよう。え、そんなパフェがいくらなの？
あ、知らない。知らない。700円、800円くらい。知らない。まあ、それはそうの値段。でも、すごいみんな満足そうな顔してる。いやいや、それいっぱい、ってか、高カロリーでしょ、それも一応。でもみんな食べてみたいのかなと思って、すごく不安だったけど。すごいな。これ何個考えればいいの？何個でもいいです。何だっけ？何を食べたいものを書くの。あ、食べたいものね、うん。チャイナで食べたいもの。そうそうそう。何話合ってるそれ。まかない。大体合ってる。新しいメニュー。新メニュー。また北海道といえば、うん、北海道といえばをまず考えるね。北海道。ジン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 ギスカン。ジンジンジンギスカン。おお。あ、間違えた。ジンジン。言ってからジンジンって書いちゃった。ジンジン。ジンジンいいんじゃないですかね、もうジンジンで。ジンジンジンギスカンしよう。新しい。あっ、うん、そうだね、ラム肉あるからなんかできる。ジンジンジンギスカン。そうか。青森ないもん。ちゃんちゃん焼き。青森は。青森美味しいもの。せんべい汁。せんべい鍋な。あ、きりたんぽ。あ、ジリ。あ、きりたんぽ。あ、来たね。近いからいいってもんじゃないので。なんか同じような。同じような。同じようなって。ちゃうのね。ちゃう、ちゃうね。青森。でもせんべい汁ぐらいだよね。せんべい汁ってさ、せんべいを入れるの。え、大間は大間。マグロ。おお。マグロ。でも料理。でも、料理っていう。そうそう、料理ってやったらせんべい。せんべい汁、汁だけど茶碗蒸しが甘い。え、あ、え、北海道甘くないの？しょっぱいのがいいの？茶碗蒸しって甘い？茶碗蒸しこっちの店主に釣られちゃってんじゃん、店長引っ張られて、茶碗蒸しって言っちゃう。甘えん坊モードだ。茶碗蒸しで甘えん坊モードだ。問題なし。大丈夫今日？問題なしで。あ、おかしい。いや、辻村の絵やべえな。美味しそう。タンタン。あ、言っちゃダメなんだった。あ、言っちゃダメなんだ。言っちゃダメなんだった、ジンギスカンとちゃんちゃん焼きで。ちゃんちゃん焼きって本当に美味しいですよね。ちゃんちゃん焼きってさ、あの鮭と、そうそう、バターと味噌と。ジンギスカンもちゃんちゃん焼きできんの？いや、知らない。言ってみた。ちゃんちゃん焼きって鮭のみでしょ？え、そう、鮭。なんで？でもその鮭をジンギスカンのラム肉にしたらどうかな。ラム肉を入れて。でも味噌味だから、ちゃんちゃん焼きって中華の味噌にしたら美味しいっすよね。あ、食べたくなってきちゃった。案外いけるかもしれない。天麺じゃん。それに、はいはい、それに青森、はい、青森だよね。青森です。青森のリンゴを入れればいいんだよ。すりつぶして、うん、お、すりおろし、そう、おはぁ、甘みを出すのよ。いや、すりおろさなくて肉も柔らかくなる感じ。パイナップルみたいな感じ。そう、プチプチ、プチプチじゃねえや。なんで今柑橘系だったでしょ、てるちゃん絶対。青森のリンゴってプチプチ言う。柑橘系だよ今の。え？プチプチ。え、ここ料理屋さんだよね。そうだけど。リンゴここで出すリンゴはプチプチするらしいよ。すごいな、青森のリンゴ。それ多分それ青森じゃないよ。違います？王林かな。新しい料理。今思いついたの全部忘れちゃった。もうしゃべった。ごめんね。私のせいだよねきっと。うん、みんなのせい。でも黙ったらさ、黙ったら見てる人がつまんないかなと思って、うん、そうですよね。そうなんですね。そうですよね。マジか。MC やん、MC。いつも黙っちゃうんですよ。気をつけたい。気をつけたい。気をつけたいんだよな。確かに、何一緒になってやっちゃってんの、なんか。書きたいんです。気取るよね、ゲスト気取るよね。あの、ちょっとすごいよ。やばいやばいやばい、めっちゃすごいこと。しかも今、何書いてるかって落書きだからね、これ落書き。ちょっとメニューを考えるんでしょ、このコーナー。そうだよ、新メニュー。え、これ虫？虫じゃないよ、やめて。そういうそういう悪口言うのやめて。あ、本当だ。本当だじゃないんだよ。今日楽しくてしょうがないんだけど。今日楽しすぎて夜寝れないよね。え、待って、待つ。で、青森がリンゴなわけね。青森がリンゴなわけよ。作ってほしいです。え、青森ってリンゴとずんだは？ずんだは仙台。あ、そっか、ずんだは仙台。え、青森ってリンゴだけ？リンゴだけ。ディスったわけじゃない。違う。完全ディスった。私、青森行って、マック行ったもん。
マック行った。青森のマック行ったもん。ありがたいね。マック行ってくれるなんてありがたいよ。青森ってリンゴの他に何言うか。イカ。イカ？イカ。イカ。うそ。イカは函館でしょ。え？え、大畑の。超ローカルな指名出しちゃった。大畑のイカいいでしょ。そうなの。毎年食べるよ。てか大畑がわかんないな。そうなんですよね。大なんですか。大畑。なんかでも大間とかと近いよ、多分。まあでも青森と函館って近いからね。近いですね。イカの取り合いだね、きっと。あ、確かに同じとこから取ってるもんね。ね、青函トンネルでしたっけ。そうそう。え？ジンギスカンとちゃんちゃん焼きとリンゴを合わせて。何作ろう。あー懐かしい。右手はどうだろう。幼稚園でやってた。右手は鮭で。おお出た。右手は鮭で。両手ねそれ。ちなみに。今日手厳しいですから。今日手厳しいですから。右手が鮭で。右手が鮭で。左手でリンゴ。鮭リンゴ。鮭リンゴ。参ったな。もうなんか美味しいかも。鮭リンゴ。鮭リンゴ。食べたくないです。いや、ちょっとテレちゃんだからなんか考えてよ。シナモンで臭みを抑える。でもシナモンと鮭って辛くない？いや、リンゴと鮭も辛いけどね。なんなら、それ言い始めたら。そうかそうか。やっぱり鮭リンゴとシナモンは合うんだよ。合う。だってパイナップルじゃないよ、間違った。なんだっけ、アップルパイ。リンゴプラスじゃあシナモンとジンジンジンギスカンとシナモンってどうなんだろう。ああ、な、え、まだシナモン何？シナモン関係ある？どこのやつシナモンって？分からん。シナモンってシナモンって海外製東シナ海？シナが合ってるからじゃないそれ。プランクトンみたいな。てかなんでまず海にシナモン。プランクトンみたいになっちゃう。海にシナモンって何？なんで海産にすんの？海産物じゃない。いつから魚介類にシナモン入ったの？シナモンは木だよね、多分ね。木ですね、あれは。ね、木だよ、ね、木を焼いたやつか。木ですか？いや、わかんない。木ですね。木の皮を乾燥させたやつ。よし、あ、なんか。じゃあリンゴの皮を乾燥させてもいいとか。ああ、いいですね。それリンゴチップスあるよ。リンゴチップスをジンギスカンの中に入れちゃえばいいんだ。かければ、くなごなにして。ああ、いいかも。うん、美味しそう。え？本当に？うん、本当にいいかっていうツッコミが。うん、え？あ、でも鮭リンゴは食べたくないって。鮭リンゴ私も食べたくない。だよ。一個丸ごと焼きリンゴ、美味しそう。あ、でもなんかいろいろ書いたけど。なんか美味しそうに書くのが困難と判断したんだけど、なんだろうね、ちょっと真剣に考えて。うん、分かった。真剣に考えてるんだよ。あ、シナモンはインドあたりが原産ですって。インドってどこ。いや、ほんと博識ですな、皆様。すごいね、うん、きっと調べてんだよ、みんな。あ、調べてくれてる、うん、優しいじゃない。ナツメグなんでスパイスの名前あげる会。スパイス、でも中華料理ってスパイスいっぱい使うよね。そうですよね。答えはくれない。中国、中華料理に使う日本料理の味噌の代わりになるものってなんだっけ。甜麺醤って結構しょっぱいのよね。甘いよね。甘い。豆板醤みたいな辛さはない。辛くはない。あ、そうなんだ。甜麺醤と豆板醤、八丁味噌みたいな。はい。八丁味噌知ってんの？名古屋のですよね。あれ名古屋の。粒したやつ。名前だけ聞いたことあるけど。それ麦味噌です。麦味噌。それ麦味噌。麦味噌初めて聞いた。バカ。今日みんな。バカじゃない。私だけはバカじゃないんだよ。私だけはバカじゃないんだよ。みんなバカで面白い。私だけはバカじゃないんだって。なんでこういうチョイスになったんだろう。どうしてこうなったの？ハッシュタグ考えてない。何のハッシュタグ？プレゼントのハッシュタグ。鈴音ちゃんの方が知ってんじゃない、辻村。そう。え、そして今博士さんも出してくれた今週のバカプレゼント。てるちゃんもサボってるずっと。もうできたの？辻村。あ、それとあとこれ書いてもらって、
見てる人に投票してもらいます。あ、本当、うん、あ、そうなの。そうなんです。ちょっと真剣に考えなきゃ。そうだよ、言ってよ。お願いします。お願いします。言ってよね、そういう。出した、みやこ読んで。どれ出した。あ、え、絵をプレゼント用ハッシュタグ。すごい、なんか今日サボってる。一個ね。え、じゃねえよ。MC のこと忘れてたでしょ。なるほど、MC じゃねえ。ハッシュタグ、私だけはバカじゃない。私だけはバカじゃない。びっくりマークです。私だけはバカじゃない。みんなそう思って。私だけだよ。私だよ。今日楽しいな。私だけはバカじゃないんだよ。間違ってもらっちゃ困る。私、ね、私だよ。これみんなリツイートするの。私だよ。あ、もう早速してくれてる。あれ、本当、うん、ありがたいわ。私だけはバカじゃない。でも本当そうだよね。でもその通りですよね。そうそう、あ、でもそうだよね、私だけバカじゃないよね。そうだよね、そうですよね。え、おかしくない。ちょ、仲良くしようよ。なんかピースピースピース。やっぱね、ここで争ってる場合じゃないから。できた。じゃあ先行くよ。置いてこ、はい、できた。はい、はい、はい、じゃん。はい、坂本くんどうぞ。じゃん。お尻。お尻。リンゴだよ。何これ。何これ。リンゴの、リンゴの杏仁豆腐。これちょっとなんか、リンゴの杏仁豆腐って言ってんだから、リンゴの杏仁豆腐なんだよ。これちょっとパクリのさ、パクリっぽくない？ここ。何のパクリ？これ登録商標。あ、本当だ。違う商標登録。これダメです。オリンピックとか使えないです。あ、オリンピックじゃない。エンブレムにしようなんて思っちゃいないわよ。でもみんなうるさいから。うるさいから。え、杏仁豆腐ですか。リンゴの杏仁豆腐絶対美味しいっしょ。確かに絶対美味しいじゃん。どうやって作るの。知らねえよ。クックパッドでこれはですね、あれですよ、リンゴをくり抜いて中に杏仁豆腐、リンゴの杏仁豆腐入れるから。あ、そういうこと。女子にも人気です。あ、こっちか。じゃあ下のその板は何なんですか。だから、皿じゃないの。皿なんだけど。でもなんかさ、前もね、ソリ。ソリ。タモリだからね。ソリでもいいかも。スキー板とか。うん、スキー板とかね。スノーボーとか。え、くり抜いたとこに網どこ入れるの。そうそうそう、なんかこっから入れるの。別にリンゴじゃなくてよくね。出た。青森とって言うからわざわざリンゴにしてる。出た。リンゴでなんか作るからでしょ。そうっすね。別に入れるんだ。でも杏仁豆腐もリンゴの味するんですよね。杏仁豆腐もリンゴの味するんですよ。くり抜いたリンゴを使ってくださいね。捨てちゃわないで。だから杏仁豆腐がどうやってリンゴな、うん、これは…あ、果汁。リンゴ豆腐ってことですね。リンゴ豆腐。果汁を入れるの。うん、絞って果汁を入れた方がいい。すりおろしたらどう。あ、それがいいの。そしたらさ、もうさ、くり抜いてすりおろしてそのまま入れちゃえばいいんじゃない。ああ、なるほどね。リンゴじゃないそれ。じゃあゼリーにする。もうみんなうるさいから。杏仁豆腐大変なんだ。杏仁ゼリー。でもここ中華だからね。そうなんすよ、うん、私結構真面目に考えたんで、こんなに、いや、こんなにソリだなんだ言われると思わなかった。で、羊ってどんなやつだっけ。もう一個、羊って漢字違う、絵の話。絵、うん、羊の絵。羊ってどんな。羊はヤギ。角が生えて。何これ。うわ、すごい。何これ。すごい。あの、どういうことになった。あんかけイカそうめん。あんかけイカそうめん、美味しそうじゃない。すごい。イカそうめん。なるほど。全部イカなんですか。あ、そう、あの白い、この白いこのそうめんなのか分かんなくなる。そうめんなの。熱いのだけどでしょ。そうでも切ってやりゃそうめんだからね。え、何。じゃああの、イカがこう踊り…いや、なんでこんな切り刻んだイカ踊んの。すごくないそれ。知らすぎるよ。だって そもそもだってイカそうめんって生、うん、それにジューってかけるとこう踊るじゃん。あ、ちょっとね、ちょっとだけね。美味しいじゃん、そういう感じ。半生いいじゃないですか。美味しそうじゃない。だって、
超美味しそう。これちょ忘れるからメモしていい。あんかけイカそうめん。あんかけイカじゃん。名前書いとこう。あんかけイカそうめん。でもなんかすごく適当に書いちゃった絵。いやちょっとね、ちょっと横目で入ってきたけど、うん、後で楽しみにとっとこうと思って。私英語から前のよ、ほんと。そう、でも私も前ここ出た時さ、あ、辻村あの時も一緒だったね。そう、あの時も一緒でした。そうじゃん、できたよ、これ残しておいてください、うん、そうめん、じゃん。絶対美味しい。ほら、意外と美味しそうなやつ出てきたから、みんな何も言えないんでしょ。できた。できました。できた、どうぞ。じゃん、鮭の身、もしくは羊の肉を入れた担々麺。もしくは、あ、美味しいね。タンタンのひき肉を引き、あれでしょってことでしょ。ひ、いい、いい、いい、あ、なるほど、美味しいよね、きっとね。そうまあ、鮭フレークでもいいけど、うん、できる、てるちゃん。これ簡単だもん。なんかでもさっきの、さっき言ってた方がなんかヘンチクリンで面白い。私にそうよね、求めてるのは、ま、真面目なことじゃないもんね。そうだよね、戻ります。そうです、さっき乗っけた、それは乗っけただけじゃん、うん、こっちの方が面白くないじゃん。どれどれどれ。ジンギスカンとちゃんちゃん焼きとリンゴを交えて何かできないかなと思って。あー、で、中華もでしょ。そう、まあ、中華だよね。そうだよね、中華、辛くしておけば中華っていうイメージなんだけど、ちゃんちゃん、ジンギスカンのちゃんちゃん焼きを、だから熱々に焼いた鉄板にジンギスカンを並べて、もやしとかそういう、あの、ちゃんちゃん焼きに入れるような野菜を入れて、の、で、リンゴも乗ってればいいよ。そう、ちゃんちゃん焼きはキャベツなんですよ。あ、キャベツか。そう、キャベツ。私が、もやしは入らない。あ、入らない。ちゃんちゃん焼きの味噌を中華のあの天ぷらで。そう。だから味はしたら中華ね。ベースで。美味しそう。それだ、美味しそうだよね。それだと多分リンゴの紅葉をほら、パイナップルみたいな、あのくらいの大きさにしたリンゴだったら、うん、美味しいかな。美味しいかもしれない。うん、で、ジンギスカンの多分それの方が面白い。お、気に入ったらしい。やった。やったじゃん。ラム肉と、じゃあ私リンゴ描いてよ。マリナしで、チャンスチャンス。で、マリナは？マリナはタンタンガユ。はい。ガユ。もう、もう一回。タンタンガユ。ガユ。ガユ。おかゆ、まあ、普通にあるよね。てか普通に。え、あるんですか、タンタンメン。え、だってタンタン麺食べ終わった後。麺とご飯入れて、あの生卵を落とせる。あ、以上です。そう、ラオスでこんなのを食べたんですけど、朝おかゆ食べたくて、辛いやつだったんです。それで言ったら、いや昨日あなたスープ注文してないから今朝作れないって言われて、夜、その次の日の夜スープ注文して、朝次の日にそのスープ使って作ってない。ああ、そういうスープと、そう、残り物ってことです。チャイナでおかゆ食べたいなと思って。あ、確かに。メモっといてください。メモっといてください。メモっといてください。こういうことでしょ。うん、まず、ちゃんちゃん焼きの味噌、あ、鮭も入るね。そうそう、だから、鮭の代わりにお肉、ラム肉、ラム肉、だからラム肉を、うん、じゃあちょっと使うもの、材料の説明から。ちゃんちゃん焼きをメインに、ちゃんちゃんに使う鮭をラム肉に代用します。そうだよね、うん、そしてジンギスカンに入れるもやしを入れて。ジンギスカンはもやし入る？入る。あ、そうか、ちゃんちゃん焼きにもやしが入らないのか。そう、ちゃんちゃん焼きはキャベツ。そうか、でも女性は野菜多いの好きだし、そうだよね、キャベツもやし野菜あった方がいいからキャベツも入れて、ちゃんちゃん焼きは通常味噌だけど、うん、それを中華にするために甜麺醤で、ちょっと辛みで豆板醤とか入れてもらう、うん、ああ、ちょっとアクセント。そう、それにこの青森のリンゴをどう使うか、焼く、煮る、揚げる、どれが一番楽か。
でも結果にいるから煮るが楽じゃない。あ、一緒に入れちゃえばいい。そう、一緒に入れちゃえば、じゃあ焼くだ。焼けば焼くでいいんだって。一緒に、うん。このリンゴの歯触りがいいんだと思う。そう、あの残すか残さないかでだいぶ変わってくる。残した方がいい。ね。あ、うん、結構いいと思う。うん、いやそれ結構あれかもしれない。名前は、うん、スズネ焼き。やだやだ。スズネ焼き。スズネ焼き。私スズネ焼き。あの、私みたいになると思ってみんな頼まないかもしれない。スズネ焼きってさ、逆になんかスズネに焼き入れられるかもしれない。確かに。それも嫌よ。食べていい。それも嫌よ。食べていい。え、じゃあこれの名前は私あの終わるまでに考えておく。おお。じゃあ投票してもらいたいと思うんですが、みんな見てますでしょうか。見てる？料理名じゃない方がいいですね。うん。じゃあ名前出てない。名前出してない。困る。ですもんね。では、うん、投票。あ、こっちなんだ。どっちがいい？アンニじゃないんだ。アンニ。モッサンか。アンニ普通かな。モッサン出たけど。辻村かおすず。うん。おすずで、うん。どの料理がいい？これ食べたいなと思ったのを。そうね、そうね。投票。お願いします。投票で多かったらそれがメニューになる。うん、なるんだよねきっとね。ちゃんちゃんピザだ。なるみたいです。ちゃんちゃんピザ。リンリン焼き。ああ。ああ。リンリン焼き。リンリン焼き。リンリン焼き面白い、ね。なるほど。リンリンはすずすずって感じ。中華っぽい、中国っぽい。確かに。ね。面白い。おお、うん、ミッキーさんナイス。おすずのジンギスカン。ほら、結構人気あるよ。みんな食べたいみたい。まあ北海道のものって基本美味しいしね。そうなんだよ、腕疲れた。腕疲れた。だからちゃんと北海道と青森のコラボになってる。なってるなってる。うん、そう、ルール違反じゃない。確かに。だってコラボにするって言わなかったっけ？でもこれだって函館北海道とコラボのようなもん。ああ確かにね。スキータイカそうめんなんてね。そうそうそう。スキータそう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 。こら。スキータうんうんって言っちゃったけど。遅いけど。うん。タンタンガイもある。ああタンタンガイ。あいいですね。私だけはバカじゃないね。タンタンガイ。私だけは面白いな。うん。アンモンドカレーをリンゴと味にする。あ、確かに確かに、うん、そうよ、ね、あら、で結果は辻村さん。いや、ちょっと待ってくださいね。何の嫌だったの。カズさん数えてますか。え、数えてないですよね。てるわけないじゃない。数えてくれてるかなって思った。パッと見タンタンガユ一票リンリン。じゃあ鈴音さんのやつですな。あ、なるほど。一人しかいないから決めてもらおう。そうね、そう。鈴音ちゃんで。決まった。決定。あ、じゃあ楽しみにしてます。楽しみにしてたと思います。リンリン焼き。リンリン焼き。めいめいミッキーさん、ありがとうございます。リンリン焼きで。リンリン焼き。ぜひ。あ、じゃあ私のワンマンの時にリンリン焼きを。おー、いいですね。あ、いいですね。そっか、それいいですね。9月24日。素晴らしい。そっか、リンリン焼きか。私が味見します。大丈夫。いや、作るのはよくて、じゃあちょっと提供の仕方を含めてちょっと考えます。てるちゃんと相談して、今は思いつきだからならないかもしれないですけど。要検討ですね。そうそう、要検討で、もしかしたらリンリン焼きがそこで食べれるかもしれない。普通の人ですか。鮭一匹使ってる。鮭一匹すごいな。鮭は入んないけど。あ、そこそこ。ラムの。鮭の代わりにラム。ラム一匹使ってね。そう。どしっと。ラム一匹。ラム一匹。一匹ってすごいですよね。あ、ごめん一頭だ。あ、そう。そこの。気になっちゃった。なんかさ、気になっちゃった。私だけはバカじゃないみたいなそんな感じ？そう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 。そんな感じ。やっぱみんな気づかなかったでしょ。うん、この間違い。私もお店飲みきりそうなんだけど。喋りすぎなんだよ。喋りすぎなんだよみんな。今日のお水おかしいんだなきっと。今日のお水おかしい。
なんか進むお水だよ。水が進む、進むね。もう9時半だよ。曲行きましょう。はい。あ、私じゃあ行きます。はい、お願いします。行ってきます。2曲お願いします。2曲お願いします。すごい、すごい投げ方だったよ。あ、本当ですか。いや、たまに1曲で、こう。ここでなんか、ここであれじゃない？そう、なんか、そうだ、いろいろあるんじゃない？話さなきゃいけないことが、うん、あると思う。あるんです。うん、さっきプレゼントはやったから、いろいろ飛ばしてるから、え、飛ばしてるかな、分かんない。あ、そうだ、プレゼントの応募なんですけど、うん、さっきつぶやいてました、私だけはバカじゃないっていう、うん、ハッシュタグでツイートをつけていただくとプレゼントに応募することができますので、よろしくお願いします。後で抽選をします。デリバリー希望が来てます。神戸にもデリバリーしてください、うん、ははは、よし、そんな感じですね。振って、OK ですか？ OK です。はい、みやこさんお願いします。よろしくお願いします。これ歌うときはさ、どこで撮ってんの？よし、よし、ある愛のこと。四角いだけの部屋から、タバコの煙を逃がしながら、昼間の笑顔が海苔を叩く、思わず呆れてため息、ならないでよ。毎夜積もってく嘘の嵐、今夜は月が綺麗だね、うん、君に触れた衣装道具とこらえてさ、爪を短くしておくのさ、いつでも君を連れてけるように、一晩は一緒にいられないよ。出会ったばかりの二人だもの。これ以上は自信がないよ。思わず呆れてため息。そんな危うさがいいなんて思っちゃいないのに、君に触れた衣装道具とこらえてさ、リップクリームを薄く塗るのさ、赤が困らせないように、いつでも
ありがとうございます。YouTube にもアップしているペースという曲を演奏します。流れる川に寄り添ったあなたの歩幅はどれくらい、少しだけなら近づけるさ、君と手をつなごう。ここまでに重ねた見識や境界、当たり前や違和感、区切り方だって違うでしょう。せせらぎまたぐ影帽子、あなたの歩幅はどれくらい、向かい風ただ耐えるのなら君の隣にいよ。ありがとうございました。ありがとうございます。急に明るい、はい、じゃあ準備していきます。急に明るい感じ、びっくりした。セクシーなの？私の心から。スズメッティ。え？
スズネッティの声がピュアっていう話をさっきしてたね。してました。してた。何気持ち悪い。褒めてんのに気持ち悪いって何？なんでですか。ピュアで素敵ねっていう話をしたら褒められないから照れるみたいな。私声だけじゃない、心だってピュアよ。あれ？あれ？さあ曲お願いします。三曲。三曲。増えちゃった。じゃあチンスコ食べよう。準備は良さそうですか？ちょっとチューニングだけしてもいいですか？はい、全然しちゃってください。その間にマンゴーケーキ。そんなに食べるんじゃなくて、食べるとかじゃないの？なっちゃって。なっちゃって。今みんなさんと喋ろうかなと思ったら、いろいろ読んでたんですよ。はい、今日の読み師ほんま誰やねん。ほんま誰やねん。私だけはバカじゃない、結構流行ってるみたいです。ボトルキープ、リンリン焼き。そうですね、すずねちゃんのワンマンでリンリン焼きが食べれるから、ぜひともね、おいで。神戸にもデリバリーしてください。ちゃんちゃん焼きですか？あれかな、あの、くるって巻いたら、まあ、いいです。そしたら提供できるね。あー、あ、私が好きな、あ、バーガーするの。パン、パン、パン。いや、バーガーだとちょっと単価がね、上がっちゃうと思うから、なんか単価の話して生春巻き的な、そっちの方が大変だな。あ、餃子的な。いや、バーガーの方が楽だよ。そうだよね。じゃあバーガーは包まなくていいもんね、入れるだけ。あ、入れるだけで。あ、じゃあ私挟む係。あー、あー、自ら。で、私がやってると見せかけて本当にやってるのはコッペさんっていう。面白いそれ。そういうことね。声入ってるじゃん。大丈夫です。大丈夫です。はい。よし、お願いします。優しい嘘。いつから変わったんだろう。
涙に濡れる心に嘘をついたあの日愛してる甘いキスも全部消せない記憶二人過ごしたこの街にあなたの影を探す次に歌う曲は、大阪で初めて披露した新曲なんですけど、札幌にいつだったかな8月の頭にライブの遠征をしに帰った時にいろいろ思うことがあってその札幌に遠征で帰ったのがきっかけでこの曲ができました。眠れない夜にふと思い出すあの日のこと薄暗い店に一晩中響き渡る笑い声壊れかけのこの心一つ笑顔の裏に隠し続けた帰りたいあなたと
き崩れた私抱き止めてくれた夜に遠くなる記憶この胸に抱いて私は今日も歌う帰る場所が増えるたびに思い出す始まりの場所寂しさに飲まれ枯れてゆくこの心知らない街でこんな都会で一人生きてゆけないあなたはもっと強く生きているよね帰りたい優しい音色奏でた夜にあなたはどんな時も笑顔で答えてくれた涙色に染まるこの夜越えたら私は歩き出せる抱き止めてくれた夜に遠くなる記憶この胸に抱いて私は今日も歌う幸せは手の届くところにいつもあって私を包むすべて愛で満ちているあの日の別れをこの胸に抱いて私は今日も歌うあなたへと届くようにでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すずめさんでした。それは筆談ですか？筆談。筆談してました。これなんか画面真っ白になっちゃって。辻村が余計なことしてすいません。貸しなさいよ。直しといてください。はいよ。あ、辻村歌うの？一つだけこのものすごく放置されたゲストそうそうそう直しといてくださいっつってまさかね直してる結構直らないですよね結構直らないそうそうあらららまた一回消したでしょこれ画面全部いやしてないですMC がまさかの怒られるもういいじゃん終わるんだからあんたとか言うあんた消したでしょほんとまあ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 そんな日もあるよマリナッチが準備してる間にさちょっと告知とかないの、うん、あります告知はゆっくりやる時間あとじゃ あ大丈夫だってじゃあなんか何の話する、やっぱりやっぱり
話すことはない。話すことない？すげえ仲悪いじゃん私ら。興味ないってこと？うん大丈夫。大丈夫ってない。興味ないんじゃない？もうせっかくなのに。あこれ2つとも同じなのね。スティックケーキ。そうそう。それ食べたさっき。あ違う。じゃあ私も。まだ映ってるからやめた。さっきさ、私歌ってたんだけどさ、すげえ眼鏡ここしちゃってさ。私さっきさ、ビューティープラスで、うん、こうみやちゃんが歌ってるのを自分も入るようにしてこうやって撮ってたんだよね。何ビューティープラスって何？あ、アプリ、ね、あの、アプリで、うん、自撮りのやつか。そうそう、うん、こうねこうねあ、ビューティープラスね、これそうそうそう。で、これ無音なの。あ、無音なの。これでこういう感じでマリナッチがこう、あーはん、マリナッチ入ってますか？入ってるの勝手に。あーすごいじゃない。そしたら私もちゃっかり入ってるって。本当だ、この先をしたの。へえ、全然気づかなかった。遊んでんだよってね。でもさっき出談してたから私。そう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 。え、これ入ってるよね。入る。あ、だよね、はい。子供チャレンジ。あ、違う、普通の大人チャレンジ。じゃあ歌います。カモン。東京っていう歌を歌います。四角い輪郭なぞるように見上げりゃ東京の空だ。縮み上がった魂の墓場を歩くような気分さ。横断歩道を渡る人、その背中に今の僕が
とうございます。チンスコ3つも食べちゃったもん。食べ過ぎじゃない？いい曲すぎて。本当ですか？あ、お酒が進むならぬチンスコが進む。チンスコが進む。ぐいぐいいっちゃうね。これはぐいぐいいくものじゃないでしょ。じゃあお腹いっぱいになっちゃった。じゃあさっきちらっと出てましたけど、うん、ゆっくり告知をしていきたいなと思います。うん、はい、もうそんな時間に差し掛かるどころか過ぎてますよ。大丈夫。私あまり活動再開したばっかりなのであまりないんですが、私からでよろしいですか？はい。まず一番近いライブがじゃん。そう、宮古のロックがそれ目に見えないんだけど大丈夫？何が見えない？宮古の実が目に見えない感じな。宮古の実が目に羊ですかじゃないんだよ。顔の横にしようか。そうそうそう、うん、ですね、うん、一番近いのがこれ9月27日日曜日の雷観山の窓で夜ですね。時間の詳細、なんと、なんと、え、鳥じゃない？そうなんです。この日鳥ってを任されましたので、ぜひぜひ皆さん応援に来ていただければと思います。ってことは遅い時間で。そうなんです。実際に9時ぐらいかな、9時ぐらいだったと思います。このぐらいなので、お仕事、違う、お仕事してない、日曜日。いや、でもお仕事の人もいる。あ、お仕事の人もいるね。あ、じゃあ、みんな来てくださいね。全員。で、これがまだ、ウェブっていうか、ツイッターとかにも載せてないんですけど、10月12日の月曜日のお昼ですね、四ツ谷どっぽで、ブッキングライブ決まりましたので、これもぜひぜひ見に来てください。この日お母さんが見に来てくれます。青森から春まで、お母さんが見に来てくれます。それ告知すること違う。お母さん見たいな、お母さん。みんなお母さん、みんなお母さん見たいかなと思って。でも確かに見たい。そう、確かに初めて来てくれるのですね。初めて。そうなんです、緊張です。頑張ります。で、あと、まあ、1個企画ライブが1個決まってます。違うな、こっちだな。うん。難しいね、これ。11月20日金曜日、稲荷町にあるピアティカというイベントスペースでやらせていただきます。稲荷町って最寄りの駅はどこなの？稲荷町駅さん、銀座線の、あ、銀座線、あ、そうそう、銀座線の稲荷町駅のにほど近いピアティカっていうイベントスペースがありまして、そこ友達がやってるんですけど、そこで、うん、そう、イベントをやります。イベント名レバ刺し論争でチェックメイトっつって、これ共催なんですけど、無職のハルトニーっていうキチガイと一緒にやりますので、でもただそのタイトルつけたのがね、割と彼みたいな感じがあるので、そのタイトルについての質問ちょっと受けたまることが難しいんですけれども。なるほど、一番聞きたいことですよね。ただこの日ライブももちろん5組かな、ライブ5組出演あるんですけれども、それが終わって10時からですね、ちょっと音出し終わってから、まあレバ刺し論争をしようじゃないかっていうところまでは決まってますので。でもあれなんでしょ、でもあれなんでどれでしょう、でも君はレバ刺しは食べれない、私はレバ刺しは食べれない。そうなんですか。ちなみにレバ刺しは食べれるの？ダメでしょ。ダメじゃない、レバ刺し出して。そもそも、うん、あ、そう、そっか、多分ダメになってるんでしたっけ。レバ刺しって食べれないの、うん、今そうだよ、禁止になってる。そう、ごめん、私馬刺しだと思ってた。あ、オッケーオッケー、ごめんね、似てるもんね、レバ刺しと馬刺し似てるもんね。刺すのに、そうそう、でこれがあるので、ぜひぜひお仕事終わりですね、金曜日なので遊びに来てください。あ、違う、そうか、チェックメイトだからレなのか。まあ、いい、あ、レテンのレね。さあ、ということで、もう一個だけ告知あります。ネットラジオを配信してるんですけど、なんか面白いことをやってる人とか、まあやってなくても、なんか意思を持ってですね、表現をしようとしてる人とか、あと普通の人とか呼んで、ラジオ番組、ネットラジオでやってるのが、毎週第2、第4日曜日に配信しております、ネイムレスエイジと言いますので、出演者もどしどし募集中でございます。ですので、
何でもいいです。何をやってる人でも大丈夫なので、出てみたいっていう人がいましたら私の方までお声掛けいただければと思います。以上です。ありがとうございます。イエーイ。ネームレスって何？ネームレス、名前のない。エイジ？年？エイジ、世代っていう意味かな。名前のない世代みたいな感じで最初つけたんですよね。かっこいいですね。なっなっ、かっこいいよな。かっこいいですね。出たい。あ、出たい。いいよ。で、出たい。出たい。博士さんが出たいらしい。本当？サラリーマン代表。あ、いいです、いいですよ。サラリーマン代表？本当、じゃあ。いいよ、私が喋るから。大丈夫、任せて。辻村と一緒じゃないから、ちょっとやっぱり。ちょっとやっぱりって辻村と違うから。ちょっとやっぱりって何？はい、ありがとうございます。出ましょう、ぜひぜひ。ね。はい。はい、じゃあ私も。割と少ないんですが、私もお前かい、はい、はい、あ、いや少ないからあ、そっか私多い前提なの多い前提、遅だな、少ない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 、はい、10月11日、こういうの初めて見たんだけど、あ、本当ですか、いつもこういう形でやらせていただいてて、すっかすかじゃない、ここだけ自己主張すんの、いやいやいや、こういうの初めて、ここの場所で、10月11日スカシミスでやります。で、24日ワンマンライブなんですが、高円寺のウーハーという場所でやります。うん、マリ納豆という甘納豆を手作りして持っていきます。一部二部制で結構、というか絶対楽しい日になるので、来てもらえると嬉しいんですけど。消えた。まあ、もう弱気。弱気、すごい弱気。はい、こういう感じです。ね、さらっと。イエー。改めまして、すずねです。ツイッターやってます。まあそれは置いといて、告知、まあ明日も明後日もその次の日もライブはあと残り7本あります。その中で一押し二押しのライブをピックアップ。ドン、9月20日、20日、町田ウエストボックス、私の東京のお家みたいなこことね。うん、あのボックスをお家としてるんですけども、そこで古谷香織さんっていう方とツーマンライブをします。私東京初エレキも弾くよって書いてある。そして9月24日ここチャイナスクエアにて、プチワンマン、1月10日にですねワンマンライブをさせてもらうんですけれども、ドーンここに貼らせてもらってます。デカデカとこのワンマンライブに向けて、チャイナスクエアで3ヶ月間連続ワンマンライブ、プチワンマンを、これなんかうんじゃなくてソに見えるね、ワンマソ、なんでもいいや、なんでもいいな。でこの日、チャイナワンマンで限定でですね、弾き語り CD を出しますので、この日しかゲットできません。ぜひ皆さんゲットしに来てください。その他のライブ情報はすずねライブで検索してほしいんですけれども、ダダ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 ダじゃん、10月2日金曜日渋谷タワーレコードにてこちら、あ、落としたごめんね、みやちゃんの CD 落としてしまった、みやちゃんです、どどん、トゥルーカラーズアルバムボリューム2ということでスプリットアルバムを全国リリースさせていただくことが決まりました。それを記念して、わー、それを記念して、2日、渋谷タワーレコードの4回目、19時30分からインストアライブをさせていただきます。私音楽人生初の、インストアライブとなっておりますので、ドキドキしてるんですけれど、そしてランクイン目指してます。いっぱいある、まあランクイン、ランクイン目指してるので、皆さん今ちょうど予約、インターネットでも、お店でも電話でもネット予約できます。渋谷タワーレコードで予約するとなんと、なんだっけ、世に出回ってない特典 DVD がつくので、ぜひゲットしてください。でその、タワーレコードを境にどこ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 っとやります。その次の日は川崎タワーレコードにて12時からと15時3時から、そしてその次の日は、そうなの、だってテルちゃんから来たよ2回目、大丈夫かな、あの後ほど確認する、うん、後ほどまた確認します。そして4日は、昼と夜の部ございまして、チャイナスクエアにて、スリーマンのこのレコ発記念
スリーマンライブをここでさせてもらいます。そして12日、栃木の蔦屋で3カ所ね、栃木3カ所回るんでしたっけ、はい、あ、そう、3カ所回るらしいですよ、皆さんついてきてくださいねそして14から17は大阪、名古屋、関西の方もまた行きますので、ぜひぜひ皆さん待っててください。あ、こんな感じ。あ、で、最後、うん、FM 相模ミュージックボックス、今2週目担当させていただいておりますラジオですね。ぜひぜひこれも、ネットでも聴けるようになってるので、サイマルラジオでも聴けるようになってるので、皆さんぜひ聴いてください。以上、すずねの告知コーナーでした。よそんな感じでございます。プレゼントの、プレゼント抽選、はい、抽選に移りたいと思います。あの箱から選ぶやつです。ワンマソって書かれたよ。ワンマソ、ワンマソ。今日は選んじゃっていいんですか。え、違うですよね。誕生日そうですよね、うん、いいんですか、お願いいたします。お言葉に甘えて。私くじ運ないんだ。でもこれくじ運とかじゃないんじゃないいいな、みやこさんみやこさんに当たるわけではない。私には当たってんだ、すいません、ごめんなさい。なんだよ、期待させやがって。来た、はい、66マロンさん、はい、マーロさんいらっしゃいますか。マーロさんはお休みかな。66、うん、マーロさんですか。見ちゃった、うん、マーロさん大きい声出したら返事してくれる。ないね、ないね、そういう聞こえないんだ、耳を澄ませば、うん、でも私さ、あのうちらって割と配信する側じゃない、はい、はいはい、ね、たまにこう見るのよ、誰かやってる人、あ、話しかけちゃうのよね、画面に。わかる？わかる？全然わかんないわ。嘘だ。いや、わかんないでしょ、わかんないでしょ。ショック。ちょっとわかる。結構仲いいのよ。あ、そうそうそう、仲いいよね、意外とね、うん。一回ギター折れた時貸してもらったもんね。うん、あー、クロスでですよね。クロスじゃない。ノマドだ。ギター折れたよね。びっくりした、あれ。でもなんかあれですよね、あれできっとなんか厄払いっていうか、そういう、その後私が今度元気いったって、はい、そうなんですか。そうそうそう、申し訳ねえ。あ、マロさんこそっと、マロさんいます、来ました、おめでとうございます。マロさん、素晴らしい、お帰り、どこですか、うん、コメントくれてるよ、あれ、え、ああ、はいはいはい、左側の方に今出た、あ、出た出た、こそっとっていうのに、ここ、ほら、あ、本当だ、うん、いらっしゃい、来た来た、おめでとうございます。じゃ最後あれでしょ。そうです。これを読み上げるやつです。あ、はい。はい。マロさんのだけはちょっと脇に置いておきます。まだこっちにもあるので、うん。え、あのギターだってもう壊れたまんまなんでしょ。そうそう、折れっぱなし。で、新しいの買ったんで。そう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 。あれ直す方がお金かかるよね。お、今年だ。え、まだ、なんかもう、なんか、え、え、なんで、はい、なんで渡されてんのか説明がないじゃん。違うの？また時計回りでやってきます。あ、なるほど。時計回りだね、時計回り。今日はずっと時計回りで。OKOK。え、なに？スマイルミッキードリームさんでーす。ありがとうございました。うまきちさん、ありがとうございました。はい、マーシャンさん、ありがとうございます。ミシパンさんです。コシアさん、ありがとうございました。スズネちゃん、ありがとうございます。ボニャーさん。ヒロさん、ありがとうございます。夏ママさんかな、うん、ありがとうございます。ワリパパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。クリボーさん、ありがとうございます。みやこちゃん。自分で。ともや、たけだ、ナンティさん、ありがとうございます。おめでとうございます。うつごろさん、ありがとうございました。コッペさん、ありがとう。リュウジさん、ありがとうございます。大阪のコンさん、ありがとうございました。博士太郎さん、ありがとうございます。ノブヒさん、ありがとうございます。ガクさん、ありがとうございます。あ、もうない。コッペさん、ありがとうございます。2週目。大沢池誠さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ワリパパさん、ありがとうございます。私なんで、私なんでこの身内ばかり。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ワリパパさん、ありがとうございます。3回目。パルヘジア、ありがとうございました。ありがとうございました。イエイ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。え、こんな感じだったっけ。こんな感じだったと思いますね。はい、なんで私身内ばっかりだったの。だいたい身内だった。すごいね、身内。
番組告知、うん、クラブパルヘジアでは毎週火曜日、はい、ちょっと待って、夜8時から、ね、夜8時から西武新宿線伊予駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエア、中華料理屋さんここですね、配信してます。観覧無料ワンドリンク500円です。うんちょっと喉が火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。あ、これだ。パソコンでご覧の方はこっち右斜め下、ここですよね。ここのいいねボタンやツイッターを押してください。そしてこことここでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、以上で番組告知は終わりなんですが、皆さん携帯をいじっているようなんですがコメントはい、はい、いじってない、はい、あ、いじってないですか、ごめんなさい。何でしょう。最後それぞれ何かメッセージなどありましたら、メッセージカメラに向かって、はい、今日はお聞きいただきましてありがとうございました。これから復活したのでバンバンいろいろ面白いことやっていきたいなと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。みやこでした。もういっぱい喋ったんですけど、すずめでした。皆さん、渋谷タワーレコードでお会いしましょう。ありがとうございました。また明日ライブ会場で待ってます。3ヶ月間ありがとうございました。グダグダな第3火曜日になったんですけど充実してるからね。充実してて、とても楽しかったです。はい、とても楽しかったです。特に今日のこの感じ、私はすごく初めてだね。初めてですね。いい感じだ。はい、はい、そうなんだ、いい感じだったんだ。もう100点満点。あ、100点満点いいね。いや、それはゲストが100点満点。あ、そうですね。私が言うことじゃないそのわけで、来月はワンマンもあるのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。終わろうか、テンパってから来週のゲストの紹介…あ、そうです、紙に書いてる、紙に書いてない…あ、ありました、来週のゲストは、はい、おかきくさんって読むんですよね。おかきくさんとパナエさんと高尾彩香さんで、うん、MC がメラニさんです。はい、はい、皆さんお楽しみにしててください。はい最後ピーポーズみんなでしたいんですけど、右手を棒にしてもらって、棒にしてもらって、左手を輪っかにしてもらって、逆、はい、はい、でも逆だ、右手が棒で、こう、左手が棒、右手が棒、そう、合ってる、合ってる、そっちから見てピーね、うん、あ、そうか、これモニターカメラ、あの逆になってるな、鏡になってる、え、これでピーになってる、なってる、なってる、らしいよ、OK、で、あのカメラに向かってピーってどっちか分からなくなっちゃったね。今週もありがとうございました。来週もっていうので、クラブパルヘジアーって言って、オッケー、なるほど、クラブパルヘジアーって言ってください。主張する、主張する。うちらさ、MC あのシカトしてたよ全然聞いてくれてないです。オッケー、だいたい分かったよ、だいたい分かったから。今週もありがとうございました。来週もクラブここでここで来週もそう、来週もパルヘジア初めてだから、okay, okay. なるほど、ごめんごめんしっかりやる、ちょっと、あ、来週もって言われたらそう、来週もって言ったらクラブパルヘジア、かしこまりました。お金任せて、すげーでかい声で言おう、うん、今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。